前を取られてください。どうも、ありがとうございます。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 国はすぐには動かない。だからお願いがあります。まずは京都市から動かしていただきたいんです。そのチャンスはもう始まっています。京都市議会議員選挙、私令和新選組代表山本太郎から京都市内にお住まいの方、特に右京区にお住まいの皆さんにお願いがあります。心ある人を議会に送り込んでください。あまりにも人の痛みがわからない、そんな政治家が多すぎるんです。だからこそ心ある人を送り込んでいただきたい。自転車通りますので、すいません、ご注意ください。失礼いたします。令和新選組、ここ右京区から素晴らしい候補者が立っています。どうか知ってください。右京区在住シングルマザー、生きるってこんなに大変なんだってことをよくよく理解している。つまりはあなたの痛みがよくわかるってこと、何が必要かってことを知ってるってこと。この人は議会の中に入れば間違いなくあなたが困った時にはすぐに駆けつけてくれる、そういう議員になる。私はそう考えています。安持成美と申します。安持成美に皆さんぜひその訴えを聞いてください。ありがとうございます。ありがとうございます。令和新選組の安持成美です。今日この京都ファミリーさんで舞妓さんができるの本当に嬉しいです。私ここの京都ファミリーさん、よく街頭演説させてきていただきました。たくさんいろんな方に声かけてもらって、ここでの出会いたくさんありました。で、私ずっといろんなことを訴えかけてきてたんですけど、今京都市って数年前からずっと財政破綻する、財政破綻するって言って、さまざまな市民サービス削ってきたじゃないですか。学童保育の値上げしたり、敬老乗車証の値上げしたり、私たち市民には財政破綻を理由にたくさん我慢ばっかり強いてきたんですよ。それなのに皆さん覚えてますか？数年前の京都市役所の修繕、あの工事には160億円もかけられてたんですよ。私たち市民は普段使うことのない京都市役所、言ったら 京都市長とか市議の人が使う職場、自分たちの職場には160億円のお金かけてるんですよ。そして私たち一般人が入れないような茶室、そこの茶室には3600万円もかけられたと言われてるんです。家一軒ぐらい立つような値段ですよ。そしてエレベーターには500万円もの映画かけられてた。自分たちの職場にはお金いっぱいかけてんのに、私たち市民には財政破綻するからしゃあないよねって、そんな雰囲気にさせて我慢ばっかりさせてきてるんですよ。おかしくないですか？自分たちにはお金出すのに、私たち市民の生活全然見えてないじゃないですか。私これおかしいと思って今立ち上がってます。そしておかしいことにはおかしいって声上げれないような今雰囲気になってますよね。この社会、仕事場でも政治の話とかなかなかしにくいとか、友達の間でもなかなか政治の話しにくいって、本当にそれがおかしいと思うんですよ。だから今こそ京都の政治には私のような一般人の感覚を持った者が京都の市会に入って、市民の目線でしっかりと政治を行うことによって、皆さんの意見しっかりと政治に反映できる、そう思っています。私安持成美、京都市会で戦っていく覚悟で今立っています。ぜひ明日の投票には私安持成美、安持成美にぜひ皆様の貴重な一票をお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。令和新選組からここ右京区で立候補しております安持成美、安持成美の声を聞いていただきました。今聞きましたが、京都市役所の中に茶室作ってるんですか？誰がお茶飲むんですか？そこでそのもう特権意識持ったおっさんらがお茶飲むだけでしょ。それに3600万もかけるなんてありえませんよ。それだけじゃなく、なんて言いました？市役所にエレベーターがあって、その A に500万円もかけられてるんですよ。本当にまあ綺麗な A は A なんですよ。でもその A のために500万円もかけられている。で、あのなんか市役所の改修にいくらかかってる？160億円です。160億あるんやったら、今上がってる電気代ちょっとぐらいみんなに補助するお金出せますよ。そっちの方が良くないですか？京都にはね、お金がないわけじゃないんですよ。お金の使い方がなってないだけなんです。それをしっかりと監視する庶民感覚を持った、そういう人が今行かなきゃダメなんです。京都の市議会に
でも立候補している、まあ、これまで議員をやってきた人たちの中にはまるで貴族のような人たちもいっぱいいる。だからしっかりと選んでいただきたいんです。庶民感覚を持った安持成美、今も小学生の子供を育てながらこういった政治活動をやってます。本当は自分の仕事で子育てしながら普通に生きていけばいいところを、子供の将来考えたら今京都変えるしかないんや、そういうことで一歩踏み込んでくれたんです。ぜひ彼女の着替えを皆さん買っていただきたい。ぜひお力を貸してください。シングルマザーとして泥水をすするようなそんな時もあったと思います。生きるだけで精一杯、そんな中でもなんとか政治で変えていきたい。彼女のこの気持ちを、まっすぐな思いを、ぜひあなたの代理人として市議会に送り込んでいただきたいと思います。安持成美、安持成美でございます。どうかお力貸してください。ありがとうございます。ここ右京区から立候補、令和新選組の安持成美、安持成美でございます。ありがとうございます。それ顔見たことない人ちょっと近づいてたんじゃない。ありがとうございます。あと何分やろ、ここは最後になるの。そんなことないやろ。15分だ。自転車通ります。後ろ気をつけてください。自転車通ります。失礼をいたしました。ありがとうございます。安持成美でございます。どうかお力を貸してください。あなたの一票だけではなく横に広げていただきたい。安持成美、安持成美でございます。ありがとうございます。さあ、安持成美帰ってまいりました。ありがとうございます。ここ右京区で立候補、私たちの候補者でございます。安持成美、候補者の中で1番2番に入るぐらい根性入ってるんですよ。気合入ってるんです。どうしてかって言ったら、親の地盤でなんとなくぬるっと政治やろっかなとかね、そういう話じゃないんですよ。むちゃくちゃ気合入ってる。理由は何か分かります？自分の子供にこのまま将来バトンタッチできないんですよ。今の日本じゃ、今の京都じゃ、一部の人間たちが多くの人々を食い潰すような社会、このまま大きくさせちゃいけない。今が本当にターニングポイントです。なのでこういった正義感が強くて肝が据わった人を議会の中に送り込んでほしい。そんな素人に何ができるねん思われる方いらっしゃるでしょう。でも違いますよ。ぬるいぬるいところで生きてきた貴族のような、そんな議員たち、そういう人たちに任せるのではなくて、政治は初めてだけれどもやるべきことは何かをよく分かっている、そういった気持ちを持ったものをぜひみんなの手で育てていただきたい。誰がやったって一緒でしょう。そう思われているあなた、だったら安持成美にやらせてください。よろしくお願いします。それでは安持成美に皆さんへの訴えをさせていただきます。ありがとうございます。令和新選組、安持成美、安持成美です。本当に私はもう世の中代表に出会ってなかったらここまで政治に関心も持ってなかったし、今のこの世の中おかしいってももしかしたら気づいてなかったかもしれない。本当に人間いつ何があるかわからないなと思うんですけど、こうやって今日ここに立ててるのも本当にこの令和新選組のボランティアの方がいてくれたからです。で、政治ってなかなか遠い存在のように感じてたりとか難しいなって思ってる方多いと思うんですよ。でもまずは私とつながることによって政治に携わる第一歩になってほしい。だから今の世の中おかしいなとか思ってるけど何からしていいか分かんない方、ぜひ私とつながってください。そして横につながって大きくなって、みんなでそんな宗教票とか組織票を持ってる人たちのそんなもう足りないぐらい、もうみんなが大きくなってぶっ壊していきましょう。そして京都市で変えていきましょう。私だけじゃ何もできないので、みんなで力になって一緒に変えていきましょう。お願いします。令和新選組、安持成美、安持成美です。ありがとうございます。令和新選組、安持成美、ここ右京区から立候補しております安持成美と申します。どうか彼女にチャンスを与えてください。子供の将来がかかってる、そして今現役世代もうあまりにも将来に展望を持てないですね。10代から30代までの死ぬ原因の1位が自死です。子供から大人まで絶望を感じる世の中、それを広げてしまったのが政治、これを変えられるのも政治。私たち令和新選組は国からこれを変えていると思っていますが、時間がかかる。なのでまずは京都からあなたの手でこの京都を変えていただきたい。その先頭に立つのが安持成美、安持成美でございます。そんなのね、初めて
政治これまでやったことない素人を送り込んだって何もできないでしょ。そういう方いらっしゃいますけど違います。気持ちの問題、やる気の問題。彼女ほどやる気にあふれているエネルギッシュな人あまり見ません。だからかけてほしい、チャンスをいただきたい。安持なるみ、安持なるみにどうかあなたのお力を貸してください。右京区の皆さん、お力を貸してください。ありがとうございます。さあ、それでは最後に一言、安持なるみにメッセージをお願いします。ありがとうございます。令和新選組の安持なるみです。この9日間、本当にもう皆さんのお力のおかげでここまで走り抜けました。この半年間ずっと活動している中で、本当にもうボランティアさんと家族と仲間と友達、めちゃくちゃ支えていただきました。最後に明日投票、皆さんが一緒だけじゃなくって、自分の友達、右京区の知り合い、知ってる方に、皆さんに選挙行くように言ってもらいたいんですよ。私、今35歳、ゆとり世代なので、選挙の大切さとか政治、あんまり学校の教育で習ってこなかった。だから私たちの世代、また一回も選挙したことないという方多いんですよ。でも4年前の京都の市議会議員選挙、投票率たったの 38% ですよ。ありがとうございます。だからこの今のおかしな政治変えれるんです。今まで行かなかった6割以上の方がしっかり選挙に行って、しっかりとみんなでちゃんと正しい方を向こうって、ちゃんと気合い入れて選挙にさえ行けば、この政治、今のおかしい政治変えれます。ぜひ皆さんで力になって、今の京都市政変えていきましょう。皆さんでしか変えれません。よろしくお願いいたします。令和新選組、安持なるみ、安持なるみです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の12時まではですね、12時になるまでは皆さん横に広げることが可能ですよ。なのでぜひお友達などにも横に広げていただきたい。私たちバックには、宗教も大企業もないんですね。一方で大政党、他の政党は結構組織がバッチリあって、宗教とか大企業から応援もらってるんです。だからここに競り勝っていく、しのぎを削っていくっていうことをやるためには、やはり皆さんのお力が必要です。あなたという存在から横に広げる、ぜひ2人3人と横に広げていただきたいと思います。安持なるみ、どうかお力を貸してください。ありがとうございます。 ありがとうございます。想像力のない、想像力のない政治家たちが増えれば増えるほど、あなたの首が絞まっていきます。どうして皆さんね、30年の不況が続いている日本の中で、コロナまで来て物価高なのに、消費税の減税さえ行われない理由って何か分かります？理由何か分かります？財源じゃないですよ。みんなが苦しんでるなんて分かってないんですよ。だって安定してるじゃないですか、議員の人たち。それは市議会議員もそうだし、国会議員もそうですよ。みんな生活安定してる。どんだけ状況が悪くなったとしても決まった金額もらえるんですよ。だから想像力働かないんですよ。で、付き合ってる人たちも組織票とか企業献金くれる人たちだから安定してるから、その人たちから困ってるっていう情報あんまり聞かないわけですね。だからある意味で浮世離れしたところに住んでいるのが政治家でございます。地べたのことを分かってる、一般庶民がどんな生活してるか分かってる、そういう人をぜひ議会の中に送り込んでいただきたい。ここ京都からはこの人しかいない。右京区の皆さん、ラッキー。誰に入れたらいいか分からないってことは起こらない。この人にかけていただきたい。安持なるみ、安持なるみでございます。大きくうなずいてくださったバイクのあなた、お目が高い。ありがとうございます。ありがとうございます。気概がある人、そしてエネルギッシュな人、この人しかいないでしょ。あなたの痛みがわかる。ごめんね、私ね、何も困ってないし、そんな困ってる人のために頑張る人とか別にいらないんだわっていうあなた、あなたの大丈夫っていつまで大丈夫なんですか。1時間後のあなたは誰にも保証されてませんよ。5分後のあなたさえも誰も保証できない。つまりは一寸先は闇。これが人間の人生ですよね。そう考えるならば、今大丈夫なあなたが万が一のことがあった時にも真っ先に駆けつけてくれる、親身になってくれる、あなたのことを自分事として捉えてくれる、そんな政治家をここ京都市に生み出していただきたい。その資質を持った人間が私の横にいる安持なるみでございます。右京区の皆さん、どうかどうかお願いいたします。力を貸してほしい。
様の人を市議会に送り込んでいただきたい。いい政治家になると思うわ。もう少しの時間動いただけで分かる。いろんなところにね、目配りされてるんですよ。初めての選挙なのに、もう何回か選挙やったことあるぐらいの感じなんですね。はい、ある意味で頭の回転早いし、でそのツボを抑えるのが早い。そういう、そして肝が据わってる。こういういくつも持った人、なかなかいないですよ。京都市議会、あなたの代理人として非常に育てがいのある新人、そう思います。どうかお力を貸していただきたい。安持成美にお力を貸してください。それでは残り1分となりましたので、もう一度安持成美にマイクを譲りたいと思います。頑張れ。ありがとうございます。本当にもうこの時が来たんかと、なんかね、あれになるんですけど、ほっこりするんですけど、でも本当に私こうやって立候補してよかったです。立ち上がってよかった。もうね、政治とかね、そんな世界行くんってめっちゃ惹かれたりしてきたんですよ。会社の人にも、そんな世界行ってどうすんのって。でも今のおかしい世の中、おかしいって声上げないと、これ以上私たちの生活もう苦しめられたくないと思ったんですよ。だからおかしいことにはみんなでおかしいって声上げていきましょう。今のこのおかしいって言えない世の中の方がおかしいし異常なんですよ。それを変えれるのはこの選挙だけです。選挙ってそれぐらい大事なんですよ。今までは都合のいい人のための選挙が行われてた。でも今からは私たち一人一人市民のためになる政治、これをみんなで作っていきたい、本気で思っています。ぜひ安持成美に皆様の貴重な一票をお願いします。そしてそれを横に広げてください。安持成美に投票してってみんなからお願いしてください。ぜひよろしくお願いします。政治のことは社会の中であまり口にできない。こんなおかしな世の中じゃ社会は変わっていかない。それをぶち壊す、ある意味でみんなでこの京都の未来を語ろうじゃないか。その先頭になって動いてくれるのが安持成美でございます。京都市にはお金がないわけじゃない。お金の使い方がおかしいだけ。これをしっかりとチェックし変えていくのが安持成美。上がった電気代、下がるようなみんなに給付金出していきましょうよ。安持成美にどんどん力貸してください。ありがとうございます。